皆さん、こんにちは。手作り石鹸サボンデシエスタの付け芝彩子です。5月25日、今日もインスタライブ、配信させていただきます。いつも聞いてくださる皆様、ありがとうございます。今日は、とってもね、素敵なちょっと内容のライブを配信したいなと思うんですけれども、先日ね、シエスタからこちらのボディオイルが新しく、発売になりました。で、香りがマンダリンとラベンダーの香りで、中にセサミオイルとかも入っていて、もうすごいね、予約をくださったお客様とか、モニターをやってくださったお客様からとっても人気なんですね。で、使い方は、まず目的一つ目は保湿。お風呂上がりの保湿に使っていただいたりとか、乾燥するね、髪の毛とかに使っていただいたりするのもすごくいいんですね。で、もう一つが、マッサージをするときに使っていただくと、すっごくおすすめなんです。で、今度、この週末ですね、プロの、セラピストの方にシエスタラボにお越しいただいて、このボディオイルを使った、トリートメントをね、する企画をさせていただくことになっているんですが、もうそれがね、あっという間に、もう予約で満席になってしまったんです。本当に、予約くださった皆さんありがとうございます。で、そこで今日はちょっと急遽なんですけど、このトリートメントにいらしてくださるセラピストのゆうさんにインスタライブに登場していただいて、このね、ボディオイルを使ってお家でできる、セルフマッサージ、手のセルフマッサージのこう簡単なコツをね、教えていただくちょっとスペシャルライブを配信しちゃおうかなと思います。ぜひね、お家でこう気分転換するときとか、そういうときに使っていただく、なんかコツをお伝えできればいいかなと思うので、ぜひ皆さん最後までご視聴ください。では、今日のゲストをお呼びしたいと思います。セラピストのゆうさんです。わー。はじめまして。ヒーリングサロンホームスタッフのゆうと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、ゆうさん、インスタライブ初、はい、挑戦という中で、私たちのね、お願いを聞いてご参加くださってありがとうございます。はい。はい、で、今日は、ゆうさんに、お家でできるセルフマッサージ、手のセルフマッサージのコツを3つ教えていただきたいなと思うんですけれども、まずね、お家でこう、セルフでマッサージすると、なんかこう、どんな、こう、いいこととかがあるんですか？そうですね。この香りのいいシエスタさんのこうオイルを使って、なんか余計にこう、リラックス効果も出るので、はい、ぜひ家でやってほしいなって。なんかやるタイミングとかどんな時がいいとかありますか？うん、布団に入って寝る直前でいいと思うので、はい、いいと思います。じゃあちょっと枕元とかに置いておいて、手にちょっとこうオイルをつけて、マッサージをして、そしたら本当そのまま香りもいいから、スーッと眠れますよね。リラックス効果もプラスされて、美容効果もあるので、寝る前につけるのがすごい私的におすすめです。わかりました。じゃあ、そしたらね、ちょっと早速ね、教えていただこうと思うんですが、はい、いつも聞いてくださってるムクさん、ありがとうございます。ぜひ、今日のライブで、トリートメント、お家でもやってみてください。じゃあ、まず、使うものとしては、シエスさんのね、このね、ボディオイルですね。はい。はい、じゃあ、ちょっとユウさんに、教えていただきながら、私も一緒にやっていきたいなと思います。はい、つける量はどれぐらいがおすすめですか？あ、じゃあ、3プッシュ。じゃあ結構、ね、はい。もうこれで。じゃあ3プッシュをつけて、こう。オイルを温めるように。オイルを温めるように。温めてから、伸ばす。伸ばしていただいて、この時に、塗るだけだともうこれで終わっちゃう方が多いかなと思うんですけど、やっぱりこう、マッサージをしながらやると、長くこう染み込ませる時間があるので、おすすめですね。マッサージしながら伸ばすっていうのが。はい、じゃあ、この時にちょっと気持ちいいなって思うところを、こう、指圧というか押しながらマッサージをしてあげる。特に、じゃあ今日は3つね、さっきもゆうさんに、ここが皆さん、押すといいんじゃないかなっていうところを教えてもらったんですけど、ちょっとそれをじゃあ。
な。じゃあ目からいきましょう。はい、はい、目のツボは、人差し指と中指のこの付け根になります。ここ2本ですね、うんうんうん、ここも寝る前結構目疲れてる方今多いので、うん、こういう感じで、こういう感じ、今スマホとかもねすごい触るから目疲れてますよね。そうですね、疲れてない人いないぐらい目は疲れてると思うので、うんうん、ここもすごい気持ちいいです。そうですね、うん、なんかこれもし分かりづらかったら、うん、こういう感じでもいいと思います。こういう感じ、はい、これすごいわ、うん、こっちの方がいいか、うんはい、こういう感じでも刺激していただけたらいいと思います。あと最後に、うん、皆さん結構ここは分かる方多いと思うんですけど、ここ合谷といって万能ツボになるのでおすすめですね。肩こりだったり便秘、生理痛と歯が痛い時とか、とストレスですね。ここも揉んでると間違いないっていうぐらいの、はい、万能ツボになるのでここもおすすめです。じゃあここも3秒間ぐーっと押してこうするのを5セットぐらいな感じで、で痛気持ちいいぐらいで、はい、はい、人差し指側に押すっていう感じですね、うんうん、なんかここにちょっとくぼみがあるここですよね、はい、そうです、骨と骨の間のこのくぼみ、はいはいはい、もう本当に自分が気持ちいいと思う場所がおすすめです、うんうんはい、なるほど、ありがとうございます。こうやってるとオイルも浸透してきて、うんうん、時間的にもそれぐらいこう練り込んだ方がいいと思うので、うんうんおすすめなツボになります、うん、なんかさっき3プッシュなので、はい、結構な量をつけたつもりでいたんですけど、はいそうですよね、もう今、はい、すごいあっという間に、もともとこのオイルが浸透性が高い、はい、セサミオイルを使ってるっていうのもあるんですけど、はい、すごいさらっとした感じになって、で、ねはい、夜寝る前にこういうふうにオイルつけると次の日の朝、はい、こっちの方に、はいはい、次の日の、ね、朝ね、すごいしっとりしてますよね。そうですよね、すごいいい、いいです、うんうんうん、私も、はい、じゃあ今日は3つね、ストレスケアにおすすめなここの部分と、それから、目におすすめなここの部分、それから万能ツボの、はいはい、ここの部分の3箇所を教えていただいたので、ぜひね、皆さんもね、お家で夜寝る前にボディオイル使ってで試してみていただけたらなと思います、はい、これからもちょっと時々ゆうさんにもこういうことを教えていただきたいなと思っているので、はい、なんか皆さんもなんかこういうお悩み、私はむくみとかね、うん、あるんですけど、そういうマッサージ、セルフマッサージするときにこういうの解消したいなとか、そういうのがあったらまたコメント欄でも教えてください、はい、あ、今見ながらやってくださった方が気持ちいいですって、ありがとうございます、ありがとうございます。で、ゆうさん の, 施術はお客様からも神の指を持つっていう風に言われてるぐらいすごい評判な施術で、主人も受けてきてすごい気持ちよかったっていう風におっしゃって話してくれたんですけど、ご予約もホットペッパーからさっきお伺いしたらもう気軽にご予約ができるみたいなので、はい、後でアーカイブにゆうさんのお店 の, ホットペッパーの URL を貼っておくので、ぜひね、はい、お人柄もすごい、なんかちょっとこんな悩みがあるんですってさっき言ったら、あ、これはねとかもうすごい教えてくれてとってもなんか大好き、はい、なのでぜひね、はい、皆さんもここ行ってみてください。お待ちしております。はい、ゆうさん今日はありがとうございます、はい、ありがとうございます。そうしたらシネスタからね、はい、お知らせの方をさせていただきたいと思います。今ね、今日ご紹介をさせていただいたこちらのボディオイルはお店でも実際にサンプルとかがあるので、今日私たちも教わったことをお客様にもね、ちょっとお店でもお話ししていきたいなと思うんですが、ぜひ香りとかも試してみてください。あと週末ちょっとお店で新しい取り組みをしてみようと思っていまして、シエスタは札幌にこう直営店があるんですけれども、直営店の奥には石鹸を作る工房があるんですね。
で、オープンラボというちょっとイベントをしてみようと思っていまして、あの出来たての石鹸をちょっとこうあのパン屋さんとかケーキ屋さんでこう取るみたいに、あの包装していない状態でフレッシュな石鹸を皆さんに、お届けをして、こうライブ感を感じていただけるようなオープンラボというイベントを、今週末やろうと思っています。10月の27、28日ですね。で、私たちスタッフもちょっといつもと違ってエプロンをつけたりとか、ちょっとお店の雰囲気も変えてみようかなと思うので、もしよかったら、お立ち寄りください。で、あの石鹸そのものもいつもの包装するものに比べてちょっとねお買い得なラボ価格っていうのをご用意して、お待ちしたいと思っております。というわけで、今日は、セラピストのゆうさんをゲストに、あのお家で簡単にできるセルフマッサージ3つのポイントを教えていただきました。お店は今日もこれから12時から18時、私と山崎でお待ちしております。オンラインショップの方も今、UV フェアをしていたりとか、それからスキンケア の, あのセットがちょっとお買い得になっていたりとか、いろんな、ね、企画もやっているので、ぜひ合わせてご覧ください。いつも、シエスタのインスタライブ配信見てくださってありがとうございます。皆さんにとって今日もいい一日になりますように。ありがとうございます。